さん、こんにちは。大田そうです。たびたびカメラ回してくれてる方がですね、すんげー数のカブトムシ羽化したってことで、あ、ちなみにそのカメラ回してる方もね、飼育してる方なんですけど、羽化してるから見に来ないってことでお邪魔してます。で、地下に収納してあるらしいんですよ、そのカブトムシのセット、産卵セット。早速私が開けていきたいと思います。では行きましょう。ここだってすごいですな。で、ちょっと開けていきますね。オープンザ床下。お、ちょっと皆さん見えます？あ、涼しい。すっごい大量のケース、アホみたいにある。アホみたいって言っちゃった。というか床下広い。あ、地下室みたいに涼しいですね。ここ夏場にここに行ったら多分私も涼めるかなって思いますけど。じゃあちょっと出していきますね。はい、ということで早速ですね、ケースを暴いていきたいと思います。今日よかった。じゃあこっちの方からね、やっていこうと思います。ちょっと待って、ほんと重い。ではね、えいち。わー、コバエもいる。すごい、これもう登ってきてる。わー、カブトムシ赤い。メスも出てきてる。あー、この子かわいそう。イカ不燃だ。見て、ちょっと羽がうまくしまえなかったというか、ごちゃっとなってる。まあ、こういう子は短命ですね。そういう子もいるんです。じゃあちょっと行きます。うんちの山。おお、これ見て、病室。あー、新生虫が赤いね。赤いカブトムシ、小ぶりだけど可愛い。よし、メスでしょ。これだけいると楽しいね、本当に。お、メスも赤い。お、いたいた。あ、羽化してます。赤くてかっこいい。いいね、いいね。はい、こういう風に洋室ね、すごい綺麗なの。縦に作る、日本のカブトムシぐらいじゃないですか、縦に作るのって思うんですけど。いた、やったぜ。うわー、かっこいい、かっこいい。やっぱりね、国産のカブトムシ最高ですね。では2ケース目いきます。オープン。うわー、すげーいる。写す。やっぱすごいですね、国産のカブトムシは。うわ、すごい洋室の跡がこうね、縦洋室だから。ほいほいほい、おっきいおっきい。これは立派。いっぱいいるけど、メスも赤いな、これは。このメスも大きいですね。すごい立派。もうカサカサ言ってる隣で。おお。いや、これはね、子供の夢ですよね。メス、立派やん。あ、もう見えてる、これかっこいい。覗いてます。にょ、いいね、かっこいいね。はい、あ、これ、あ、あー、これはちょっと完全に脱げきれなくて死んでますね。お亡くなりになってます。こういう子もいるんだから、ちょっと残念。ちょっとここに置いとく。はい、では
ではこっちのケースなんかにいっぱい見えてるんですよ、もう。おお、ダダーン、ギャー、すっごい大きい、半端ないっすよ、大きいです。これ見て、これもうなんかつながってるけど、これ大きい。ちょっと出していきますね、こっちに移していく。うわうわうわ、暴れないで、これだけごちゃごちゃいると、いやー、カブトムシの天国やーですよ。ではちょっと出していきますね。お、いたいたいた、大きい、きれいきれい。これとかもね、ここだと思う。お、浮かしてるメス。おー、立派、かっこいい、かっこいい。はい、ということで、黙々と作業していって、まだこれ実は半分ということなんですけど、今日半分だけ時間の関係でやらせていただきました。後日続きやりたいと思うんですが、出した子たちはこれです。これ血統が違うのでケース別にしてます。すごくない？こんなにごちゃごちゃカブトムシ、これ手入れたら間違いなく皮膚ボロボロになります。ということで、また後日続きでお会いしましょう。ハロー。はい、前回の続きです。自宅にいるんですけど、ちょっとこのケースえげつなくないですか？カメラマンのお宅さん行って訪問してきたんですけど、終わんなかったんですよ。なんかもう、うちに持ってくるからって言われて持って来たんです。7ケース割り出していこうと思います。はい、じゃあここから。もうさ、今日唐突だったんで、全く身なりが家着のままなんでですよ。すごいよね、こんなカブトムシ。こんなにカブトムシを飼育することないんで。じゃ、うんちもすごい。いるいる。うわ、これ素手でやると言ったけど、今日もまた素手っていうね。ううでは、またケースに。わかります？この赤い、なんか赤が強いやつをかけるとさらに赤が強くなるみたいで、そんな風になんかブリードしたらしいです、話によると。じゃあポイポイしてくね、ポイポイって。結果発表。7ケース暴いた結果、これだけのカブトムシがいました。赤カブト綺麗だね。あのね、赤カブトね、すごいんですよ。お腹まで赤い。ちょっとメスとあれだけど、こう足の付け根まで赤い。しかしね、匂いがきつい。カブト独特の匂いでね、目が覚めます。さっきまで眠かったのに。これね、合わせて何匹ぐらいいるんですか？おそらく200匹近いです、前回のと合わせて。っていう大量のカブトムシを養殖しているカメラマン。わーはーはー、すごい、うわー、扇風機みたい。おー、すごい。すげえ、すげえ。おしっこ臭いけど、いや、カブトムシ、そうするとね、羽ばたき音が取れるらしいです。すごいね。いや、やっぱ国産カブトに勝るものはないっすね。時が経過しまして、カメラマンのお宅を訪問しておりました。カブトムシの仕分けというか、割り出しを延々としてったわけなんですけど、あのままぐちゃぐちゃのままだったらどうなったの、あれとかって、そういう話になると思って、実はですね、カメラマンさん、こうやって一匹ずつ全部個別にカップに管理して、これをですね、子供たちに実は配っているんですよ。売ってるとかじゃないです。で、ちょっと後ろいろいろ映ってるんですけど、もはや昆虫ショップじゃねえかっていう感じなんですけれども、
今回はこれ配るということで、こうして1匹ずつちゃんと管理しておりますので、あのままごちゃごちゃ殺してるわけではないらしいです。はい、本当に赤カブトからホワイトアイからなんかいろいろいまして、本当すごい量です。これこそカブトムシ天国じゃないかと。自宅でカブトムシ天国を作られているというね。ということでね、一応どうなったかっていうことを証明するためにですね、今日はここに来させていただいてます。はい、それでは皆さん本当にご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。何もせんぶなタイトソンでした。